早川大輔は、兵庫県伊丹市出身の元プロ野球選手、コーチ。兵庫県伊丹市に生まれるも、ほどなく、千葉県浦安市に転居。千葉県立船橋高等学校から、立教大学へ進学。主に一番を打って、外野以外に遊撃士を守ることもあった。4年時は首相を務めた。東京六大学リーグ通算62試合出場20、206。 打数48安打、打率233、1 23本塁打、9打点、44盗塁。なお、船橋高校及び立教大学へは一般入試で進学している。卒業後、本田技研工業に入社。狭山野球部に在籍した4年間で都市対抗野球に3度出場し、2000年には新日本製鉄機密、2001年には 日本通運の補強選手としてそれぞれチームのベスト4進出に貢献した。同年オフのドラフト50目で、オリックスブルーウェーブに入団。オリックスバファローズ時代2002年は、外野のレギュラーが決まらないチャンスを生かし、ルーキーながら55試合に出場。打率1割台と打撃は全く振るわなかったが、6盗塁を記録し、強権も披露するなど守備。 走塁では十分戦力になることをアピールした。2003年は育成期間としてシーズンのほとんどを2軍で過ごすも課題の打撃を徐々に向上させた。1軍ではダイソーや守備固めとしての出場が多かった。2004年は左打ちに専念して1軍に定着。アテネオリンピック代表の村松友人不在時は一番中堅守として活躍し、規定打席未満ながらも、 打率3割、2桁、投類プロ初本塁打を記録した。ブルーウェーブ最終戦となった9月27日の対、近鉄戦では、6回裏に安打を放ったが、これが、ブルーウェーブ最後の安打となった。同年秋の球団合併、分配ドラフトを経て、オリックスバファローズと契約。2005年は開幕戦で8回表に、代打で出場し、 松坂大輔から安打を放って出塁すると、オリックスバファローズとしての初盗塁、初得点を記録した。近鉄との球団合併で、ライバルが増えたが、前年に続き、打撃好調で、前半は3割を超える、高打率を維持し、一気にレギュラーを獲得するかに思えた。しかし、5月からは一転して、絶不調に陥り、後半は、ダイソー、守備要因に戻ってしまった。 2006年は、自身の故障や平野圭一の外野コンバート、村松の校長などに押され大走、守備要員としての出場に止まり、21試合の出場で2割に満たない打率に終わった。同年の周期キャンプからテリー・コリンズ監督の助言で、再びスイッチヒッターに挑戦した。2006年11月、知事都市屋との交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍した。2007年は、 外野の層の薄いロッテへの移籍が早川にとって大きなチャンスとなり、嘆きも好調で移籍してからは2番、中堅守に定着。前半は3割を維持し、1番強しとの、両、内俊足1.2番コンビで、高い出塁率を誇った。オールスターゲームにも監督推薦で出場することが決まったが、前半戦最終戦で指を負傷して、直前で登録抹消されたこともあり。 ベンチ入りしたものの出場する機会はなかった。最終的に自己最多の133試合に出場し、3類打数はリーグトップで自身初の規定打席にも到達した。さらに、オフの契約公開では高評価を受け、9年報の倍以上の提示に一発採用した。その後の会見で、来季の目標は3割30投塁と公言した。新天地でのあまりの活躍ぶりに、 放出した、オリックスの宮内義彦オーナーは、早川は、私が聞いていた情報とは、全然違ったと嘆いたほどだった。2008年5月5日のオリックス戦、6回表、ノーアウト1塁、カウント1ストライクーボールの場面で、1塁ランナー、西岡義が投塁した際に、保守、日高義へ向けて、バットを投げる。試合は一時中断したが、急進かきの起源。 サトルの判定は、ファウルチップで、試合再開、西岡の盗塁も認められた。スローで見ても、補給後のタイミングでバットを投げている行為である。7月3日の楽天戦の9回の打席で、ヒットエンドランの際に投球は、ピッチドアウトで大きく外れていたにもかかわらず、島本博保守が2塁へ送球するタイミングでバットを放り投げた。8月14日のソフトバンク戦では、 荒垣なぎさからプロイル初の満塁本塁打を放った。9月10日のオリックス戦でも元柳和也から満塁本塁打を放っている。同年は前年に比べて打率を落とし、規定打席にはあと一歩及ばなかったが、133試合に出場し、前年を上回る18盗塁をマークした。2009年4月5日の西武戦において、 保守の細川徹に対して、上記のような状況でバットを放り投げ、細川に当たった。細川は、右手首を痛がる様子を見せ二塁に送球することができなかった。このプレーに対し守備妨害が宣告され、アウトとなった。上記の通り以前からルジのプレーが問題となっており、日本野球機構にも問い合わせが来ていた。 ロッテは公式ホームページで外角外れたボールに何とかバットを当てようとした結果、バットが保守に当たってしまったと主張した。なお、早川は勇敢富士のインタビューで今後は気をつけます。バットを投げること自体は悪くないでしょ。でも当てちゃ、まずいですよね。退場になってもおかしくないプレー細川君には平謝りしましたと答えた。 結局84試合の出場に終わった。横浜ベイスターズ時代2009年シーズンオフに横浜ベイスターズへのトレード移籍が発表された。2010年の阪神タイガースとの開幕戦では2番、中堅守として先発出場。しかし、打撃不振や守備のミスで出場機会を下円達也に奪われ、5月30日の古巣のタイ。 ロッテ戦の出場を最後に2軍降格。それ以降は1軍から声がかかることなく31試合の出場に終わった。2011年はチームが最下位に沈むという状況の中でも終盤まで1軍出場がなく10月6日に現役引退を発表した。引退試合は10月18日の中日ドラゴンズ戦で代打で出場して空振り三振に倒れた。 試合終了後にはチームメイトから胴上げが行われ、ライトレフトスタンドの両球団のファンからの早川コールに答えた。12月2日、自由契約工事された。12月29日に、オリックスより2012年1月1日付で、球団本部編成部国内グループにスカウトとして、チームに復帰することが発表された。大学の後輩、大城浩二を担当した。2016年より、 オリックスバファローズ2軍外野守備、総類コーチに就任。4年間コーチを務めた後、2019年9月29日に、来期の契約更新を行わない旨を通告された。同年11月1日付で、球団本部編成部アマチュアスカウトグループへ移動となり、再度スカウトとして、チームに在籍することとなった。俊速強権に加え、打撃では、 巧みなバットコントロールを誇るスイッチヒッター。ありがとうございます。